ちょっとおかしい少女漫画のワンシーン。何してんだ。こんなところで、お前こそ何してんだ。お前だろ。お前が言うな。女の子ドン引きしてて笑う。クラをつけずに裸馬にまたがるとか、モンゴルの遊牧民でも難しいぞ。馬の視界ゼロじゃね？馬、すごい前の方に乗ってくる。その一言だけで、一晩で法隆寺、立てられちゃうよ。それは宮大工でも無理だと思う。なんで法隆寺やねん。豊臣秀吉の一夜城じゃあるまいし。こういうクレイジーさをクレイジーと認識していないところがたまらなく面白い。ええー、泣くほど嫌なのかよ、俺と恋すんのが。どこが変なのか気づくのに時間がかかってしまった。ポテトリング。食べ物粗末にすんな。指の間、油でギトギトになるじゃん。手洗い場がない状況でこれやられたら交際2ヶ月目のいい時期でも切れるわ。マイム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 、マイムレッセッセ。マイム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 、マイムレッセッセ。マイムマイム、マイムレッセッセ。じわる。ほんとだじわる。じわるどころか爆笑したよ。何百人いるんだろ。笑って寝れない。私は先生たち？の穏やかな顔がじわる。狂気。洗脳済みで草。これをゴーヤだと思うな。諭吉だと思え。これを食えば母ちゃんを楽にしてやれるぞ。お母さん。ゴーヤなら何の躊躇もなく食べれるわ。生で一本はきついやろ。ゴーヤなら、おぶつかと思った。この男なんでゴーヤ食べさせようとしてるの？一本食べたら3万くれるって。女の子は自分のお母さんのために食べようとしているところ。ゴーヤ食べて3万くれるなら簡単やん。ゴーヤ3本くらい持ってこいや。生はハードルが高すぎる。芋けんぴ、髪についてたよ。これでしょ？待ってました。カリ、じゃねえよ。かあ。って、そりゃ髪に芋けんぴついてたら顔赤くして恥ずかしくなるよね。これを待ってた優勝。やっぱこれ。一コマ目ももちろん変だけど特に二コマ目。この体勢のまま彼女の左側に頬を寄せるのは背骨大変なことになってそう。変な体勢すぎて、人間と認識できなかった。何体？ディメンターだろこれ。やめて、お茶が鼻に入った。芯と繋がったままこんな街中歩くなんて、頭が沸騰しそうだよ。繋がったままって、そういう意味で？原作読んだことあるけど、そういう意味です。とんでもねえな、逮捕やろ。公然わいせつ罪。このスカートの短さじゃ丸見えじゃん。ある意味すでに頭は湧いている。無理。構図がホラーやん。当時は構図に疑問なんか持たずに読んでたけど、よーく見たらすごい格好してますな。体がどうなってるのかわかるまで時間かかった。矢野か、犬かな？紙コップで糸電話してるかのような飲み方ですね。これコップの中で舌出してペロペロってやってそうに見える。矢野か、中を想像してみたらよりキモいんよ。やめて。ちょっとおー。クソ笑った。ちゃんと飲んでるんだ。笑いすぎて涙が出た。わろた、たまごっちじゃん。めっちゃ吸うやん。かわされた、俺の前回のフェロモンをかわされた。まゆたんの漫画は壮大なギャグ漫画だからね。何かの時にこのセリフを使いたい。わかる、メモっちまった。コメントたどってこんな時間なのに声出して笑いかけた。あ、あの胸近さん。これ、受け取ってください。お昼休みお願いします。広い絵だけどこれはどういう状況よ。おとなしそうな顔して大胆すぎる。風紀乱れすぎだろ。お昼休み限定。みんな大好きマユタンカンフー。動画版。やめてよー。もっと他のことに使ってよー。笑っちゃったじゃんかー。首？自分を殴らないで。誰？作ったの？面白すぎ。やばい右下のやつ、綺麗につぼった。これ家で見ててよかったわ。リアルに百発って声出た。大好き。怖い怖い怖い。宇宙人？ゾンビじゃないよね？単刀直入って言葉、なんとなくいやらしい。思春期かよ。これ手前の人亀の甲羅背負ってんの？カッパ？本当の赤井くんは、お姉さんの代わりに姪のココナちゃんを毎日お迎えに来る、心優しいロリコンさん。ダメだろ。ダメです。姪のココナちゃんが心配。これはざとなのか、ロリコンの意味を勘違いしてるのかどちらなんだろう。やべ。肛門がぐちゃぐちゃだ。大丈夫なの？ジローかしら？お前がいなきゃ、俺は夢も見れない。これ、頭の乗っかり方がおかしくない？異様に首が短くてものすごくしゃくれているの？おめんだ、おめん。ん？右半分どうなってんの？
どこから突っ込んでいいのかわからない。この体勢ができるって女の腹筋半端なくね。作者は人間を見たことがないのかも。こんなレスで夜中に爆笑してしまった。女の子たくましいな。もう、あの電車に乗っても、京介くんは、いない。え？ちょっと、どういうこと？これは有名な子らだね。元はこれ。どんな話かと思ったわ。伊藤くんが、私の机にキスしてるなんて、こいつやべえ。こいつ、次はリコーダー舐めるな。歌はもちろん、サンダーラブ、だ、サンダーラブ。躍動感がすごい。落ちる落ちる。のり茶漬け？見ただけで爆笑しちゃった。タイトル教えてください。すごく読んでみたい。おかしいというか、さっぱり意味がわからないんだけど。バン、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 な。あっぷねえ。なぜか弾丸が上から降ってくる。あっぷねどころじゃなくて死ぬでしょ。今日からここがお前のベッドだ。この発想がすごい。吹いた、かっこいいこと言ってるシーンなのかもしれないけど、もうパピコにしか見えない。マユタン先生でしょうか。さすがマユタン。マユタンはこの手の時で殿堂入りしてるよね。滑走路なしでどうやって離陸したん。ヘリポートにジャンボジェット。お姫様抱っこ新作。この抱き方だと上半身ずり落ちるよね。これは落ちる。芸能人の下手くそな加工写真みたい。全身見るのにどんだけスクロールすんねん。こういうホラー写真あったね。笑い。帰ろう。ハイカラさんが通る。帰りたくもなるわな。2階にいても目が合いそう。嘘だと言ってくれ。バーン。ちょ。ノックぐらい。徳田隆博。みんなお待たせ。ギャーデー、えらいことなってる。はーん。何回も見てる絵なのに気づかなかった。楽天足りてない。ツッコミどころ多すぎ。出ただるしむ。ドアも閉まらない大きさっていうのが好き。徳田やばすぎや。読んだことないのに徳田隆博覚えちゃった。徳田隆博覚えた。顔見なくても、手の長さで誰かわかるやん。お前にはわかんねえだろうけど、パソコンはデリケートなんだよ。あたしだって、デリケートなんだよ。目がやばい。ってとこが変なのかと思ったら最後で吹いた。なんだそりゃ。落雷の勢い。なんかわろた。この後パソコンがショートして火事になるんだっけ。君のことを考えただけでプインクルプインクル。これ出たかな？意味不明。おなじみの、昔見たとき眼球どうなってんの？ってコメントに爆笑した。どうして、何回押してもコーンスープばっかり。こんなのいらない、ムカつく、だ。コーンスープにひどすぎる。これは一応ホラー漫画。夏の季節で暑くて喉が渇いてて冷たいジュースが飲みたいのにホットのコーンスープが出てきて切れてるんだよね確か。なんだろうこの気持ちは。また見てくれたら嬉しいです。